はい、こんにちは、とグリです、えー。今日はですね、ちょっと先日ご紹介した鬼滅の刃い場の劇場版、無限上編が始まるよ。ま,あ、まだ時期も決まってないんですけどね。まあ、無限列車編が400個、400億超えてたんで、まあ、無限上編はさすがにちょっとそれを超えるの厳しいんじゃないかなっていう、まあ、そうするとちょっとなんか、やっぱ前の作品を超えられないのかっていう流れになっちゃうと。 微妙だな、みたいなちょっともやもやしながら前の記事を紹介していたところ、え未来カフェのメンバーシップの方でえ鳥居さんがいい記事を紹介してくれまして、とそれを元にいろいろ考えたらちょっと考えが変わってきたので、軽くご紹介したいと思います、ね。元ネタはえ中山さんの えー、プレゼントの記事で、鬼滅はもうオワコンの評価を180度変えた、海外のアニメファンが歴史的傑作と大絶賛した神回の内容ってことですね。やっぱり、何と言っても、無限列車編が凄まじすぎたんですよね。だから、もう、何年前なんだ、あれ。3年前とかですか。な、ま、ん、あ、と言っても、もう本当、社会現象に近いレベルで話題になったんで、 やっぱり、鬼滅の刃、3年前に流行ったよねって思ってる人はまあ少なくないと思うんですよね。それはもう、まあ、アニメ放送するたびに話題にはなっていて、困るの方は当然見続けてるんですけど、な映画はあの1回だけだったので、アニメを追う習慣がない人からすると、なんとなくあの時の映画の まあ、コロナ禍でしたからね、大騒ぎっていう印象が残ってる方は少なくないと思うんで、まあ、この中山さんがタイトルにして入れてるように、鬼滅はもうオワコンっていう人が出てきちゃうっていう構造にはなりやすい。まあ、これブームになったものはどうしてもその、ブームの山が高すぎると、その後言われちゃうんですよね。ツイッターも実は2009年、10年ぐらいに一回流行って、ツイッターはもうオワコンって言われて、もうこれからフェイスブックだって言われてたんですけど、まあ、実はユーザー数、フェイスブックより全然多いんだけど、 なんか、Facebook 使ってる人はそれが見えないから、Twitter こ,こに見えちゃったみたいな。鬼滅も結構似てると思ってまして、鬼滅もやっぱファンめちゃめちゃ多いアニメなんですけど、ああ、見てない人からすると、まだやってたんだみたいにな,なりかねないみたいな話ですね。で、特に今回のその無限上編の手前の、やっぱ柱芸語編が何つっても稽古編なんです、す <laughs> やっぱり、海外でもちょっと苦しんでいたっていうのはまず中山さんの分析で出てきたところですね。これは、えっと、マイアニメリストっていうサービスのシーズンごとにファン登録がされる仕組みになっていて、そのファンの登録数が、配信前、配信後、配信終了時です。3つに色分けして、その伸びの具合が出てるんですけれども、 実は今回の柱稽古編は、初回の、立れ編でいいのかな。初回のシリーズよりも、実は最終的にファン数の伸びが悪かったっていう。まあ、最初、28万とかでおなけた。最初は当然あの、過去シリーズのファンがそのまま登録しに来るんで多いんだけれども、やっぱりシーズン開始、シーズン中があんまり話題にならなかったんで、そんなに増えなかった。 だこのグラフだけ見ると、映画直前に失速しているように見えちゃうとですね、やっぱり無限列車編が、まあ、なんつっても映画がすごい盛り上がったんで、まあ、前アニメリストは無限列車編は、その、そこの話数だけの登録だとちょっとへこんじゃうんですけど、まあ、実際には無限列車編で話題が爆発しファンが増え、っていう各編もその勢いで、刀カ,カジの里編も、 ある程度いるんですけど、ちょっとずつ減り始めて柱稽古編でやってるように見えちゃうってことですね。だからそうするとやっぱりこの数字だけ見ると、まあ、アンチからするとオワコンって言われかねないっていう。ただ、中山さんが記事で紹介されていたのが、その最終話ですね、最新話。えっと、だから、柱稽古編の8話なんですかね。が、まあすごかったんで、 その海外ではもうそれの評価が本当にめちゃめちゃ高いっていうのを中山さんが記事で紹介されてました。中山さんがこの記事をプレゼントに寄稿されたときには映像レビューサイト IMDB でのスコアで9.9っていう最高得点っていう。これ平均値的なセンスの出し方だと9.9とか基本なりにくいんですよね。IMDB での評価トップ作品はブレイキングバットが9.5。 アンド・オブ・ブラザーズが9.4。ハガナル・レンキン・ジュースが9.1。進撃の巨人も9.1ですね。だから、9.9。まあ、当然あの、シーズンだとそんなに高くないんですけど、遊楽園、鬼滅の刃も有楽編が9.7。カタカナ・カジノ・サート編が9.4だったので、まあ、その、今回の最新話の9.9はめちゃめちゃ高いですっていう。 で、僕が見に行った時には9.8に下がっちゃってますね。やっぱり人数が増えると当然平均値って下がりやすいと思うんで、それでも9.8でも今の読み上げたやつからすると非常に高いっていう。これがね、その映画のにつながる最後の、まあ、ストーリーになりますから、ここで盛り上がったっていうのは映画に向けて非常にいいんじゃないかって話ですね。 まあ実際、まあ、僕、漫画全部読んじゃったんで、アニメは全部は追ってないんですけど、今回の8話だけ見てみましたけど、まあ、すごいですねあの。爆発のシーンがね、実写ですかっていうぐらい、なんかその雪の溶け方とか、爆発の仕方とか、アニメでこれ表現するってさぞかし、まあ、素人が見ても大変だろうなっていうのはわかる感じで。 まあちょっとね、映画、いつ公開されるのか分かんないから、こっからどれぐらい待たされるか分かんないんで、この熱量がどれぐらい維持されるか分かんないんですけど、まあ、映画の最直前の回がこんだけ神回になってるっていうのは非常に大きいんじゃないかなっていう感じですね。で、改めて、あの、無限列車編の興行収入を見直してみたんですけど、 無限列車編ってアメリカで初めてその全米1位を取るっていうので、まあ、僕も記事びっくりして書いた記憶がありますけれども、すごかったんですよね。もう、あの、あ、鬼滅の刃そんなアメリカで人気あんのって、その一位、映画の興行所にボックスオフィス1位とかなれんのっていう、その、まあ、モータルコンバットのついでに2位か。外国映画としては史上最高で、あ、でもそっか、2週目に1位になったんですね。モータルコンバットが勝った。 だからアメリカでも鬼滅の刃もうヒットしたんだよなと思ってたんですけど、まあこれ、コロナ禍なんですよね。だから、数字で言うと、実は、えっと、金額、アメリカでは最終的な興行48億円なんですよね。日本400億円なんで、まあ、当然アメリカで48億円って、今までの日本映画で考えたら大きいんですけど、まあ、日本アメリカの映画市場で考えたら、 やっぱりそれぐらい映画館閉まってた時期のものなんで、まあ1位が取れたっていう感じなんですよね。なので、イメンツの刃、無限列車編は海外の興行収入は実は117億前後。日本がとにかくむすさまじかったですかね。山手線の時刻表みたいなネタになってましたけど、400億日本で稼いで、残りの117億は海外。アメリカが48億で一番大きくて、 韓国18億とかですね。だからこれはやっぱりそのネットフリックスによって日本のアニメが海外でも見られてる最初の事例として鬼滅の刃は、まあ、象徴的でしたけど、この後やっぱり日本のアニメすごい海外で見られるようになってるんで、多分今回のマイアニリベリストの反応とかいろいろ考えると、無限上編は 日本のさすがに400億はね、これもう歴代1位ですからね、ちょっとその、よっぽどライバルが全然いないとか、もうコロナ禍でネタがないっていう時のやっぱ数字なので、ちょっとこれを、アニメでこんだけあのシーズンが進んでいる状態で日本だけで400億もう一回叩き出すとは、僕ちょっと厳しいんじゃないかと思ってたんですけど、グローバル足して517億を超えるっていうのは全然あるんじゃないかなって気がしてきましたね。まあ、それによって、あの、無限上編、 原列車編を超えるっていう展開で最後の3部作につないでいくってパターンはあるんじゃないかなっていうまあ劇場版が今回その「鬼滅の刃」最後3部作で終わるっていうので、まあ、過去の映画でいうとその3部作にすると大体その最終話が売り上げ下がりがちみたいなのをちょっと前回も紹介したんですけど今ちょうどねあのキングダムが 最新のやつが一番興行成績ぶっ飛んでるんですよね。だから、あれ今のこの配信時代は、その、まあ、三部作とか、そう,う,こうシリーズものの四部目とかでも、なんか映画自体の評判が良ければ、その手前をちゃんとその配信で追いついて見に行く人が出るっていう意味では、これはね、三部作、知り上がりに最後の、あの、無残編みたいな感じなんですかね。最後のやつが、 まあ、いわゆるアベンジャーズにおけるエンドゲーム的な感じで一番興行収入が大きくなるっていうのはあり得るかもしれないなって気がしましたね。まあ、ちょっとこの中山さんの記事とか見てても「鬼滅の刃」が映画全部終わるの2029年じゃないかみたいな話があるってちょっとその先すぎてあれなんですけど今回ちょっと改めてびっくりしたのが「鬼滅の刃」を作ってる UFO テーブルって300人ぐらいいるらしいんですけど 鬼滅作り始めてからも、この名でね、鬼滅の刃全勢力注入らしいんですよね。300人で作っていても、やっぱアニメって、このクオリティで出そうと思ったら、こんだけ時間かかるんだなって、ちょっと、改めて、あの、アニメーターの方にちょっと感謝しなくちゃいけないんだなっていうのちょっとよくわかる話でした。まあ、映画まで時間あるんで、あのアニメもう一回ちゃんと見ましょうって話かなと思っております。 はい、えー、こちらのチャンネルでは日本のエンタメを密かに応援したいと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。